ブレイブビーツは2015年10月11日から2016年3月27日まで、メ、テレテレビ朝日系列で毎週日曜7時7時30分に全22話が放送された日本のテレビアニメ作品。通称は、ブレビ。前作、トライブクルクルと同様にダンスをモチーフとした作品であり、また、響きたちがダンスの練習に使っている路地や、 フラッシュビートとコトネが不時着したカフェなど、前作に登場した場所も、作中ではたびたび登場することもある。一方で、主人公の相棒として、異次元世界からやってきたパートナーロボが出るヒーローに変身するなど、一般的なキッズアニメでよく、用いられるシチュエーションも本作品では多く、取り入れられており、こうしたシチュエーションの導入は、勇者シリーズのような、 わかりやすく熱いアニメを作りたいというスタッフの構想に橋を発したものである。本作品の宣伝大使としてヘアメイクアーティストなどとして活躍中の現金具が起用されている。放送開始前の9月28日に行われた制作発表記者会見ではアニメ出演も発表され、2016年2月14日放送分にてゲストキャラ、 紫ズッキングの声優として出演している。DVD ボックスは完全受注限定生産形式でリリースされ、特典映像や設定資料集、サウンドトラックなどの各種特典が付属。放送期間中の2018年3月18日より予約が開始され、6月29日に目標数の受注を達成。 当初10月末の発送を予定していたが諸事情により延期され12月末より順次発送が行われた。小学6年生の風車業はある日小さなロボットブレイキンと出会う。言葉を喋り自分の意思を持つブレイキンは自分はダンスワールドから力を奪われ人間界に飛ばされてしまったので何とかしなければいけないと話す。そのためには力の源である ダンストーンを取り戻さなければいけないそうなのだ。ダンストーンは世界中のあちこちに散らばっており、時に人間に取り付き、暴走してしまう。まず最初に、響きの親友がダンストーンによって、暴走を始めた。沈める方法は、ただ一つ、合体だ。響きとブレーキンは一つになり、正義のダンスヒーローフラッシュビートに変身、暴走するダンストーンを沈めて全部集めることにした。 だが、ダンストーンを欲しがるのは、ブレイキンだけではなかった。踊りと融合したダンサーで構成された、ダンスチーム、第9話で、琴音が命名した。ブレイキンたちの正体を知って悪用するものから守る、ため、自分たちの正体を隠している。響きたちの通う公立の小学校の関係者、6年生4年生教師、 その他風車や天宮歌唱参加オープニングのみ歌詞表記がされていない。ありがとうございます。